いくら寝ても眠いな。おい、伊達ちゃん、お茶てありがとう。ガオガオ、こんにちは。なんかな、各社競争するよね、冬場になるとね。昨日佐野さんの LINE ブロック削除しちゃったみたい。意味が分かんない。だって別に昨日何もないよ。もう俺なんか言った、俺なんか昨日なんか変なことした。待って、まあそれならそれで仕方ねえべさ。またかいなってか、わかんねえけど。だって何もねえもんな、昨日な。もう佐野さんとは会いたくないからけじめとして LINE 消した。言ってることがよくわかんねえんだけど。いや、それはそれでいいんだけど、会いたくないんだったら。うん。その、会いたくなくなった理由ぐらいは知りたいよな。うん、お俺昨日なんか変なことやったかなみたいな。まあまあ、まあいっか。閲覧にもつながらないし好きじゃないからだって。いや、まあまあ、うん、了解。他の女の話でもしたんちゃうんか。俺昨日だって放送ちょこっとやって、あとあれだで、昼間ってか午後から諭吉に呼び出されて新世界まで行ったで。モッティと諭吉と3人で飲んでたよ。源氏いらっしゃい。いや、ポンプじゃなくてだから根拠が分かんねえんだっていうの。急にそうなる理由が見当がつきません。自分から会いたいって言ったことないって切れてた。ちょっとだからその切れるのは意味が分かんない、うん、あ、銀次いいよ。モンターお茶店ありがとう。悪酔いしてた？なんかやたらコメント打ってたで。なるさん、お茶店ありがとうございます。あざす。仲よく、だから俺は別にだって喧嘩する気ねえもん。いつもごめんなさいっていうのは俺の方だから。昼から日本酒飲んでたの？なんだよ。おお、西宮チーコ、詳しく教えてくれてありがとう。でも俺、傍若の録画全部見てんだよ。お前の言ってること結構ポンパーだよ。頑張ってコメント打ってくれてるけど、お疲れさん。フルで見てるから飛ばさねえで。お疲れさん。
ちゃん別に LINE してみたらってあなたに指示される必要ない。あなたが外野だから。ダビオンいらっしゃい。あ、録画見ますから。悪いんですけどリアルタイムで見なくても。残念ね。何、西宮千子は何、俺のとこに何をしに来てんの今。あいよ、ガスミコラボはお願いされません。お茶店ありがとう。りょうさんお茶店ありがとう。いや俺喧嘩してねっつうの。だって喧嘩になる揉め事なんかないよ。佐野さんが諭吉と飲んでる時にもか、ああもうほらこんなっちゃってるよ。してねえよ俺。むしろ携帯なんかどっか追っぽらかして、昨日2軒目飲み行ったところの店で俺携帯追っぽらかしてて、もう帰るっつって言ったら従業員が携帯忘れてますよっつって持ってきたぐらいだからな。ああって俺ほんと電話とかあのうん、こうなんつうの、その電話依存症っていうか携帯依存症になってないから俺。だから俺外配信もやんないんだよ。興味ねえんだよ。まさか諭吉とできたのか。えっていうか今日の諭吉の放送もふわっちでロムって見てたけど、あの野郎よ、クソみてえなよふわっち放送やりやがったから、もう二度と会わねえよ。結局それかよなあ。ちいこさんブロック入れときます。お疲れ様。別に傍若の話しに来なくていいから。めんどくさいな。何しに来てんだこの野郎。なあ、根拠だって説明できるやついねえじゃん。俺も分かんねえよ。西宮の説明で何か分かった今みんな。結局関西の配信者ってレギュラーのやつが多いよな。あーなんか面白ければ何でもいいだろうみたいな、笑い取っちゃったもん勝ちみたいなのが多いな関西人。関東はそうじゃないんだけどね。だからやっぱり俺はまだまだ関東人かな。えーだん、お茶たやれとうつ。結局理由がわからないから謝って殴られよう。いや殴られる必要もないでしょ。関東から関西に来てまあ10年以上、東京から関西に来て張り付いてるの俺ぐらいじゃね。うん、で関西に染まってないのって俺ぐらいじゃね。にわかになんじゃんみんな。うん、すったかたんたんになるじゃん。あ、好きよ。俺は大阪の方が好きかもしれない。性格的に合う。あの細かい気使わなくていいから。大河お茶店ありがとう。層が厚い。東京、例えば大阪と東京で比べるよ、圧倒的に大阪の配信者の方が濃いだろ。東京の配信者って誰かいる？名前挙げてってみ。東京だよ、関東じゃないよ。誰かいる？
だから石川は埼玉だろうよ。緑はいいよ。東京だから。わかるよ。カトジもそうだよ。うんだけど。エースいらっしゃい。何が東はいいしか。石川は埼玉だ。今言ってんだよ。縛りかけたろ、俺が。おめえの酔っ払ってんのか、この野郎。今日もよ。大阪と東京って比べてんだよ。だからあえて東京って言ってんだよ。関東と関西って俺比べてねえだろ。TJ、まあでも虹色 TJ って知ってるって聞いて知ってるっていう人はあんまりいねえけどな。山岡、こんにちは。お茶てありがとう。ん？金梅ちゃん？金梅ちゃんは急降下じゃないですかね。瞑想中じゃないですかね。もうさ、銀次、お前もうしばらくロムレ。おいおい、みんな渋谷のキングとか言い出しちゃってる、銀次が。東京の配信者で。あいつ腰が。